今日のモカツは SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ。今回はナンバー387、2014年に発売したリメイクキットのニューガンダムです。以前に制作したものをシールで色分け対応をしていたところをリペイント、作り直しをしました。前回その1の動画に引き続き、武器、防具、そしてベースジャバーをリペイント、ニューガンダム登場形態を作りました。早速塗装の様子を見ていきます。使ったカラーごとに見ていきます。まずはファレホのゲームカラーブラッディレッドです。ニューハイパーバズーカ、色分けが必要だった箇所にファレホのゲームカラースクイッドピンクです。ビームサーベルに使いました。下デルカラーのレイヤーローザンブルーを射出エフェクトパーツに使いました。下デルカラーのレイヤーエシングレイです。濃いめのカラービームライフルニューハイパーバズーカシールドフィンファンネルに使いました。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで塗装しました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。続いてシタデルカラーの明るいグレー、ベース塗料のセレストラグレーです。主にベースジャバーに塗装箇所がありました。 BB 戦士はガンダムシリーズのモビルスーツを 2,3 等身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズで、逆襲のシャア、映画公開に合わせたナンバー7、ニューガンダムはその始祖的キット。今回のナンバー387は、その前年に発売されたナンバー382のサザビー同様、約25年ぶりにリメイクされたキットとなりました。シタデルカラーのコントラスト、ブラックテンプラーを使いました。墨入れ箇所、フィンファンネルのもともと黒っぽいパーツの箇所に。コントラストは染め塗り塗料で、模型のディティールに沿って染まっていきます。水で適度な濃度に薄めて使います。少々塗膜の薄いところがありますが、粘性が高く隠蔽力が強い、プラモデルの塗装に欠かせない塗料です。黄色です。シタデルカラーのベース。アバーランドサンセットを使いました。隠蔽力の強いイエローカラー、このパートではベースジャバー、フィンファンネルなどに。シタデルカラーはイギリス発祥の水性アクリル塗料です。ミニチュア、フィギュアの塗装に便利なマットな質感に塗れる隠蔽力の強い塗料で、ベース、レイヤー、コントラスト、シェイド、テクニカルと用途に応じて様々な塗料があります。成形カラーをそのまま生かす白、黄色のパーツにはシタデルカラーのテクニカル、透明塗料でマットな質感に変えるストームシールドというカラーを使いました。粘性の高い塗料ゆえ水で溶いて薄めながら使いました。最後はファレホのゲームカラーデッドホワイト、白に色分けする箇所やこれまでのカラーのはみ出し部の補修などに。一通りの塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け乾燥させます。塗装し終わった各パーツを組み上げます。このパートでは前回作ったニューガンダムにニューハイパーバズーカシールドを装備、そしてベースジャバーに登場させます。このキットには防具としてシールド、武器はビームサーベル、ニューハイパーバズーカ、ビームライフル、そしてフィンファンネルが付属していました。
フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー387リメイクキットのニューガンダム、前回組み上げたニューガンダムに引き続き各種武器、シールド、ベースジャバーをリペイント、登場形態を作りました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。